はい、11月19日高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたしたいと思います。今日はですね、旧江戸川のバンクから夕日の中で、発信いたしております。今回はですね、2回のシリーズにいたしますが、テーマはですね、スルーする技術です。この10月頭にですね、発刊しました新刊スルーする技術がですね、アマゾンのベストセラートップ10に4位5位という形でですね、数回ランキングされました。その後10何位とかなっていってですね、少しずつ落ちていってみますが、まあ、私の35冊発刊した中でですね、4冊ベストセラーになりましたが、久しぶりに私のですね、ビジネス書がこの10月にベスト10入りいたしました。そのスルーする技術のですね、内容についてちょっとお話ししたいと思いますが、スルーする技術なんていうのは、そのネーミングはですね、出版社がつけてくれたんですけれども、まあ、著者の私としてはですね、スルーするって、なんか人を無視するみたいなですね、上手にこの渡るようなイメージがあって、まあ、嫌なちょっとですね、音がするんですけれども、あの表紙にしてもですね、バナナを踏みつけそうになっているのをさっと避ける、すなわちなんかその鉄を踏まないようにスッと上手にかわしなさいよ、逃げなさいよみたいな意味がですね、ある、あるいはあの薄いですね、グリーン色のなんかですね、やばいというか、チャチな感じのする表紙ですが、実はですね、出版社のこの編集者は大変な切れ者でしてですね、過去に相当ベストセラーを出しているんですが、今の世代に非常にマッチングしたですね、表紙およびネーミングなんだそうです。まあ、そのこともあってですね、なかなか売れてるんでしょうが、前回ですね、11月17日に発信した第一歩の中でですね、スルーする技術の中の前半の講師をご説明しました。世の中はですね、いろいろとバラエティに富んでいる、人種も宗教も宗教もいろいろな面でバラエティがあるんだから、ダイバーシティ、いろいろなですね、生き方、いろいろな生き方ですねを受容しなさいよという主張、それを受け入れること、それにそのダイバーシティを受け入れることによって心安らかに生きられますよというお話をしました。後半はですね、こういうことなんです。スルーする技術なんです。スルーするっていうのはドッジボールってありますよね。上手に球を受ければアウトにならないわけですよ。人間社会で上手に生きていくにはですね、上手にボールをかわしなさいと、バターンバスーンと受ける必要はないんですよ。スッとかわしなさいと。そのスルーする技術はですね、まさにコミュニケーションなんですよ。それを私は3つのセミナーでお教えしています。ファシリテーション、プレゼンテーション、ネゴシエーションなんですけれどもね、まあ、ここで簡単にそのスルーする技術をですね、説明するのは難しいです。私がですね、45年間空手で学んできたのも、要はですね、かわし、スルーする技術です。バチーンと相手とですね、正面衝突しないでスッと抜けてですね、相手の立ち位置につく。そして、戦ってもですね、戦いを乗り越えて相手の立ち位置に立ってですね、しまいには融合する、この戦った相手をも仲間にする、一緒に、統合してですね、より強くなっていくという、まあ、ある意味で正反合の弁証法の考え方なんですよね。それがですね、スルーする技術です。今日はですね、まあ、簡単に説明しましたが、これはやっぱり読んでいただかないと完璧にはわからないと思います。今日はですね、スルーする技術の後半をお話しいたしました。さようなら。夕日
が沈むと。